お茶の水貝塚は、東京都文京区湯島、現在の東京医科歯科大学キャンパス及びその周辺にある縄文前期から晩期までの縄文土器が見つかる貝塚。縄文時代の関東平野斜線部分は、縄文時代には、海だった地域東気流7地形と、貝塚分布より見たる関東低地の旧海岸線地理学評論に、P597 から607。 P659 から678、P746 から773、内の図からお茶の水かいか、東京医科歯科大学キャンパス付近の土層では、古くから貝殻や土器片が見つかっていたが、1952年の地下鉄、丸の内線工事の際に、多数の縄文土器片や人骨、2002年の調査では、縄文時代の住居跡などが発見されている。 江戸時代にはこの地に、湯島ばば大津井立場や江戸幕府の役人の住居が立ち並び、縄文時代の土器片や人骨、住居跡に、江戸時代の遺構と文物がほぼ同書から見つかる。現在の東京医科歯科大学キャンパス及びその周辺にある東海塚は、縄文時代、小半島であった本郷大地の先端にあり、縄文改進で広がっていた古島京湾に面している。 海塚のすぐ南は、神田川だが、神田川のこの辺りは、江戸時代初期に人力で開墾されたものである。現在の海塚の標高は15メートルほどだが、縄文時代は、海面が高く、海塚のすぐ近くまで海が迫っていたものと、考えられている。東京医科歯科大学キャンパスの南側にある地下鉄、お茶の水駅あたりから、東京医科歯科大学キャンパスの北西側の山、 学病院はカバリョーマで縄文時代の遺跡が広がっている。一帯は、江戸時代には、湯島ばば大津一井立場や江戸幕府の役人宅などがあった場所で、縄文遺跡に江戸時代の遺構が重なり合っている。お茶の水貝塚の他に、湯島貝塚、お茶の水徐行しない貝塚、お茶の水東京医科歯科大学内貝塚などの異名があり、縄文時代の貝塚は、 文京区ナンバー38遺跡として登録され、同じ地に重なっている江戸時代の遺構は文京区ナンバー39遺跡として登録されている。現地では貝殻や土器片が見つかることは古くから知られており、1891年、お茶の水橋建設の際に貝殻や土器片が採取されている。 1934年一科歯科大学の本館工事の、さや1952年の地下鉄丸の内線、お茶の水駅建設工事、1953年一科歯科、大増設工事、1988年一科歯科、大校内、2001年には隣接する山岳病院の寮でも調査が行われている。1952年の場合は、地下鉄工事の際に、縄文土器や人骨が見つかり、 貝塚として認められている。2002年の調査では、縄文前期の住居跡2件も見つかっている。1995年の時点で、貝塚は当地で7箇所、環状に見つかっている。縄文時代の遺物としては、貝殻が主体となっていて、ハマグリが57%、サルボウカイ14%、ハイガイが7%などとなっている。他に赤貝、塩吹き貝、ミルクイ、 大野貝、シジミ類、マガキ、など15種の貝が見つかっている。他に、動物の遺物としては、日本鹿やキジ、タイ類などの骨も見つかっている。石器は少なく数点が見つかっているのみである。見つかった人骨の頸骨の断面は二等辺三角形に、近く、現代日本人のものより扁平である。これは現代日本人よりも現代アイヌ人に近い特徴である。 縄文土器の破片は多く見つかっており、1952年のお茶の水駅工事の際の調査でも土器片は1300点ほど見つかり、他の調査でも多くの土器片が見つかっている。土器は縄文前期の関山式や黒浜式、書組式、縄文中期の頭台式、カソリー式、縄文後期の堀の内式、カソリ B 式、蘇屋式、安行式など、 縄文の前期から晩期までの幅広い時代の土器が見つかっている。縄文中期の頭台式は関東東北部に分布している河原家でこの地は縄文中期には関東東北部の文化圏に属していたことが推定されている。ただし、量的には縄文前期から中期の土器はわずかで、カソリビー式が49%、安行式27%、 堀の内式22%とほとんどが、縄文後期から晩期の土器で占められ、この地が最も栄えたのは、縄文後期から晩期であろうと考えられている。しかし、貝塚の北西側の調査である2002年の調査では、縄文時代の住居跡が2件見つかり、住居跡から発掘された土器編は黒浜式、釈迦堂、Z3 式などで、縄文前期の土器でありこの住居跡も、 縄文前期のものと推察され、本来のお茶の水貝塚を形成した集落とは別の集落があったのではないかとも推察されている。当地には、江戸時代には、吉馬馬場大津井立場や江戸幕府の役人の住居が立ち並び、官営通報や陶磁器、鉄紙、銃の発火装置などが見つかる。北西側は小役人の住居が立ち並び、江戸時代の大量の陶磁器が発掘され、 ゴミ穴や地下室、さらに小役人たちが副業で工事を作っていたか、工事製造業者に貸していたかであろう、工事室跡など地下構造物も数多く見つかっている。江戸時代の土木工事で壊されていなければもっと多くの縄文時代の住居跡が見つかっていたであろうとも考えられている。ありがとうございます。